吉田選手お疲れ様です。今節はアウェーで水戸と対戦します。吉田選手にとっては古巣だと思うんですけど、対戦の心境いかがでしょうか。お世話になったクラブなのでそういう対戦を楽しみにしてます。数字的にも、ゴールという数字では一番結果が出ているチームだったと思うんですけど、その分思い入れも強いのかなと思うんですけど、どうでしょうか。まあ、そうですね、まあ、次の戦いは、まあ、思い入れもありますけど、まあ、それを抜きにしっかりとゼルビアの一員として勝ち点3を取れるように頑張りたいと思います。今でも親交のある選手などはいますか。田向選手とかの親交はあります。まあ、そういった中で今週勝利のために練習をしていくと思いますが、どのような調整をしていきたいですか。いや毎週やっているように試合に向けて監督に与えられたメニューを選手全員がしっかりとこなして水戸戦に向けて頑張っていきたいなと思います。個人的には、チームのやり方とかまた自分の持ち味とかどれぐらい、できてるかなという印象ですか。まだそんなに全てはうまくいってないと思いますけど、でも入ってきた頃に比べると徐々にチームメイトとしっかりコミュニケーション取れてきてると思うので、いい方向に向かっているかなと思います。改めてファン、サポーターの皆さんに自分のプレーの特徴、ここを見てほしいというのを教えてください。ボールを持った時のプレーと、あと左足のシュートを見てほしいなと思います。ファン、サポーターの皆さんはゴールを期待していると思います。最後に水戸戦に向けてメッセージをお願いします。勝ち点3を勝てるように選手一丸となって頑張りたいと思うので、応援よろしくお願いします。